こうちょっと手遊び程度にいじってただけだったワイヤーワークがちょっとうっかり楽しかった。そんなうっかりがライフワークに。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家はワイヤーワーク造形作家山田美智香。彼女の魔法の手は何の変哲もないワイヤーを芸術へと変貌させる。その作家生活でまず最初に表現したのは他人の心。生きるためにまず必要がないと思うんですよ、ジュエリーって、おしゃれって。でなんでおしゃれをしたがるのかなっていうのをずっと考えてて、多分みんな自分を隠したり変えたりそんなこと考えてるのかなって思いながら仮面っていうものになったんですね。しかしそんな彼女の作品はある日を境に一変する。だんだん自分の中の感情を表したい欲求に変わってきて、マンダラについてちょっとだけ調べたことがあって、チベットの儒教僧が繋いですごく大きいマンダラを何日もかけて作って、一回お参りしてほうきで吐いて捨てるって、もうそれがすごく私なんか嬉しかったんですよ。形があるものは壊れるみたいな、その仏教の教えだみたいな、そういう。まるで修行僧のように一心不乱にワイヤーを折り曲げる。それは他人の心を見つめ続けた彼女が自分の心と向き合うための修行。こう自分の考えてること、精神世界を表すビジョンみたいな捉え方をしてて、すごい高確率で闇をはらんでるっていう感想をよくいただくんですよ。自分でわからないんです、それが。なんかこう闇とか痛さとか寂しさみたいな冷たさとか、もちろんこう技巧のことを見てもらって質問されたりとかするのも嬉しいんですけど、そういうふうに見ていただけると一番嬉しいですね。心の探求、そんな山田美智香のブレイク前夜。私の中にあるらしい闇の存在を作品を作ることによってどんどん外に出ていって、いつか私の中からなくなるのか濃くなっていくのか、もうそれをとにかく知りたいんです。私は美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は油絵画家佐藤春菜のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。